参加から FA となった藤浪晋太郎投手の代理人を務めるスコット・ボラッシは6日にテキサス州サンアントニオで報道陣の取材に応じた。現在はプエルトリコで行われているウィンターリーグに参加しており、健康だし腕も問題ない。投球を見て興味を持ってくれる球団が出てくることを期待している。どのチームも彼がブルペンとして投げられることを知っている。彼は今もメジャーでプレーしたいと思っている。プエルトリコでの投球の後に日本から来たる興味についても考えたいと話した。ワンポイントの壊し屋としてしか使えない。昨年だけで5億か。メジャーは夢がある。マイナーならあるんじゃない。NPB 復帰も難しいのでは？まずはバッティングピッチャーからやり直すことから始めようか。いつ崩れるかわからんから使う人は難しい。もう帰っておいで。引き受け球団があるかわからんけど。頭はいいかもしれんがコントロールが悪い。まあ藤浪の人生だし気の済むまでやればよい。韓国でも行けば20勝して大騒ぎしてもらえそうだけど、どうですか藤浪くん。体の使い方理解していないんじゃコントロールもトップレベルでできないし無理。藤浪との差は何なのか考えれば答えは出てくると思えばわかる。剛腕スコット・ボラスも半分諦めたコメントやな。マウンドに立って投げてみるまでわからんリリーバーに興味あるチームってあるか？ポテンシャルはあるんやし右でノーコンなら左で投げてみたら？冒頭の球が160オーバーなだけやしな。本人が納得するまでアメリカでやらせたらいい。野球はなかなか危険なスポーツで特に投手には一定の責任がある。ノーコンを直す気もないような選手は追放してほしい。いくら160キロ投げれてもノーコンではどうしようもない。やめた方がいいって。そもそもプロ野球選手になれたこと自体が奇跡なんだから。メジャーでは最速100マイルを超す投手はゴロゴロいるよな。それだけでは藤浪を獲得したい球団はないのでは？この成績では5億はもらえんやろ。かなりの減額でもアメリカに残ってやる心構えがあるかどうかやな。日本に戻りたくてもなかなか得る球団はないのでは？